あれはね、やばい。結構抜けてる感じなのかな。絶対面白い。いやー、これはでも面白くなりそうだな。はい、ということで、皆さんこんにちは、相澤隼人です。今日はですね、7月の二十何日かなんですけど、いよいよね、日本ジュニアボディービル選手権が迫ってまいりました。まあ、今日話していきたい内容というのはですね、今年の日本ジュニア、また新しく体制が変わりましてですね、階級別になったということで、まあ、今までジュニアがどういう試合だったかっていうと、一応日本選手権と同じ日に開催する。でそれで高校生とジュニアが一応午前中にあって、ここから一応日本選手権という形で、まあ、試合が進んでいくという感じの位置づけの大会だったんですけど、私が出てる間もそうでしたし、ジュニアの人数がですね、まあ、非常に今多くなっておりまして、ジュニアだけの大会を作るというふうになったらしくて、8月7日に一応仙台で行われるということで、そこに出る人の、まあ、今日はエントリーシートを見ながら、まあ、どういう人がいるのかっていうのを私の独断と偏見で話させていただく場となります。はい、ということでよろしくお願いします。まあ、ジュニアはですね、もともと自分が、高校3年生の時ですね、高校1年生の全国高校生ボディービル出て、一応そこで優勝させていただいて、で、まあ、1位から6位か、確か3位までがジュニアに繰り上げで、高校選手権、ジュニア選手権の順番だったんですけど、出場できる権利をいただいたので、そこで3年間出続けてですね、15歳、高校1年生の時ですね、が8位。で、その翌年、16年が、一応5位、横川さんがね優勝した時でしたね。で、その翌年2017年が、一応優勝ということで、その年は、世界ジュニアの方にも一応出場させていただきました。まあ、今今年がジュニア最後の年ではあるんですけど、今年は出場いたしません。で、まあ、ジュニアのね試合を観戦するのはやっぱ好きですね。私と同世代の人たちが、みんな大会に出てるので、まあ、やっぱこう目を離せない大会ではありますね。なので、それについて今日は、話していこうかなというふうに思っております。ということで早速ね、エントリーシートを見ていきましょう。で、今回変わったのが、最初にも話した通り階級別になったということで、メンズボディービル70キロ以下級と70キロ超級ということで、ちなみに世界は75キロ以下が超なんですよね。今年ももし運が良ければ世界のジュニアにも私は出たいなと思ってまして、しっかり絞れば75キロ以下にはいけるので、なので、まあ、そこに出れればいいなというふうに、今考えて、おります。70キロ以下級で出場人数は41人っていうことで、めちゃめちゃ多い。70キロ以下級で41人ですよ、これで。70キロ超級で22人なんで、計63人のジュニアの選手がいるって、これやばい、マジですごい。まあ、一応23歳以下っていうことなので、何歳以上ってことはないと思うんですけど、まあ、そこでこんなにも人数がいるっていう、もう4年前5年前からしたら考えられないぐらいのまず人数になっております。70キロ以下級からちょっと話させていただきましょう。で、まずエントリーナンバー2番、岡玲治選手。彼はね、僕と同い年なんですよ。同い年で、それこそジュニアの時もそうだし、僕が高校選手権で最後の年2017年で優勝した時の2位の選手なんですよね。で、身長もここだと一応59という形になっておりますね。で、めっちゃ仕上げてくるんですよ。めちゃめちゃ仕上げてきて筋肉が丸い。だからやばいっすね、この人。うん、岡くんはね、いい、めっちゃいいっすよ。それこそ日本クラス別に2019年の自分が70キロ級でエントリーした時の55キロ級で4位になってるんで、その時私も70キロ級4位で、同い年で55キロ級4位ということで、まあ結構なね成績残してますよ。岡さんはね、これはもう期待中の期待ですね。まあ、知ってる名前でしかちょっと今日はお話できないんですけど、まあ、ここら辺はすごい見てて面白そうだなって感じですね。水沢くんね、一応関東学生とかもね、ある程度成績残してるんで、まあ、かなり期待ですね。で、とにかく腹筋周り、体幹部がかなり強いですね。重量感のある体なんで、まあ、それがどれだけ仕上げてきてね、戦えるかっていうのが非常に楽しみなところでありますね。そこから、あと本間くんもいいですね。
本間くん、なんだっけな、自転車で確か東京から沖縄ぐらいまで行っちゃうような、ちょっとぶっ飛んでる、あれ沖縄だったっけな、ちょっとわかんないんですけど、かなり頭ぶっ飛んじゃってるんだけど、あ、いい意味でね、いい意味で頭がね、結構ぶっ飛んでる子なんでね。で、あのプロポーションめっちゃいい、プロポーションがめっちゃ良くて、やっぱ筋肉の形がバランスいいからよく見えるんですよね。だから彼もどれだけ仕上げてくるかで、結構ここは順位争いね、やっぱ行きますよね。そこからまあ知ってる子といえば、あと70キロ以下級ね、身長高い、まあ、175センチぐらいあるんですけどね、佐藤くん、佐藤くんっていうかゆうすけ、僕と同い年で日体大バーベルクラブの OB なんですけど、彼はね、体が綺麗でバランスがめっちゃいい。ただこの身長がやっぱ高いんで、70キロ以下級ってなると結構その70ギリギリで仕上げてくる人は仕上げてくると思うんで、まあ、そこがどう見えるかっていうのも一つ見どころですよね。だから高身長タイプ、階級の中ではかなりの高身長タイプになってくるので、まあ、そのモリモリ感っていうのはもしかしたら他の選手に比べると劣るかもしれないんですけど、佐藤選手はね、とにかくプロポーションがいい、プロポーションがいいしか言ってないですね。自分のなんか好きな選手がみんなプロポーションがいいから、なんかプロポーションのいい人しか名前挙げてないのかもしれないですけど、手足が長くて胴体短いで、筋肉が一つ一つはっきりしてて、顔がちっちゃいんですよ。もうね、顔がちっちゃいのは羨ましい。もうすごい体よく見えるんで、ちなみに僕はちっちゃくないです。はい、多分でかくもないけど、ちっちゃくはないので、まあ、そこら辺はね、生まれ持ったものなので仕方ないですけど、なので、まあ、ちょっとまとめさせていただくと、70キロ級、まあ、4人か5人ぐらいでちょっとこう話した方がいいかなと思うので、岡選手、水沢選手と本間選手、あとは佐藤選手、この4人がね、まあ、自分が知ってる中ではの話になるのであれなんですけど、まあ、かなり上位争いしてくるのではないかという感じで予想しておきます。で、順位に関しては正直並んでみないとわからないので、わかんないです。なのでここに関しては言わないです。で、これがね、もしなんか影響したりしてもあれだし、まあ、見てる人がこれを見て嫌な気持ちになるのも嫌なので、まあ、この選手はすごいってことを伝えておきます。この選手はもうすごいすごいっていうことを話させていただきました。これがね、70キロ以下級ですね。いや、めっちゃ見に行きたいな、これ。ただこの日はね、福井でゲストがあるので行けないんですけど、ただここはもう速報をずっと見ながらね、行きたいなというふうに思っております。いやー、いいですね。はい、ということで、まあ、70キロ級はこんな感じになります。まあ、皆さん気になる70キロ超級ですよ。これもね、メンバーやばいっしょ。もう上からもうどん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 やばい子いっぱい来ますね。いっぱい来るなぁ、これは。まあ、この中でもね、まあ、自分自身が知ってて、まあ、皆さんもしっかり知ってる人っていう感じになるかなと思うんですけど、まあ、まずね、もう言わずと知れた杉中選手ですよ。豆タンクさん。もうね、杉中さんは去年東海ゲスト行った時にマジでやばかった。本当にびっくりしました。あんなインパクトある人いるんだっていうぐらい、もうステージで見た時の圧倒的な存在、あれはね、やばい。でだし、なんか、まあ、ちょっとツイッターとか SNS 見る限りだと、まあ、それよりも今絞れてるような感じするんで、かなりいいとこっていうか、まあ、上位争いですよね、これは。太ももどうなっちゃってんのって感じだし、まあ、だからそこが一つ見どころですね。で、身長があまりある選手ではないので、かなりこう詰まって見える密度感はもうとにかくすごいです。やばいんですよね。ジュラシックアカデミー代表杉中和樹選手、見応えありますね。で、まあ、その後はね、まあ、皆さんご存知坂本選手ですよ。坂本くんもね、いい。坂本くんもね、何回かポージング練習一緒にさせていただいて、で彼もね、弱点ないんですよね。弱点ないのと、自分を持ってる、なんかこう俺だっていうのがすごいわかるじゃないですか。だからあれは一つ持ち味ですよね。こんなに上から目線で言っちゃいけないですよね。もう坂本さんって呼ばないといけないかな、これは。彼もね、やっぱかなり期待できますよ。それがどう見えるかっていう感じで、まあ、例えばさっき言った杉中選手とは全くタイプの違う選手なので、それが並んだ時にもうどう見えるかっていうのは、もうそこは審査員に委ねるしかないので、私はどっちも好きです。
坂本選手もね、期待ですね。そこから、まあ、トップ争いになるってなるとやはり椎名選手、坂本選手と椎名選手も僕と一緒にポージングやったんですよ。でまたやばい、椎名選手は椎名選手で持ち味が違うし、で、仕上がりはね本当にすごい、皮がとにかく薄い。だからこれがまたステージ上で見ると、近くで見てるのとステージ上で見るのはまた全然違うので、それがどう映るかっていうところで、で体のタイプ的にはモリモリっていう感じではないんですけど、かなりあのプロポーションやっぱいいですよね。すごいこう手足長い感じで、でしかもウエストも細いので、それがどう映るかっていうのが気になりますよね。椎名選手もかなり期待できますね。でそこからその下のね、榎木田君はね、実はですね、あの柔道の後輩ではないんですけど、同じ地区だったんですよね。地区っていうか県。それでまあ何回かね、あの町田のゴールドジムも来てくれて話したことあって、でもそれが去年の日本選手権の日にたまたまいて、え何してんのみたいな、何してんのってのも失礼だけど、そう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 。で榎木田君この前九州の大会で優勝してて、めちゃめちゃでかい、でとにかくマスで筋量で押してくるタイプなんで、もちろんプロポーションもいいです、いいんだけど、それ以上に筋量はねやっぱすごいっすよ。彼やっぱ筋量は多分この中だと結構抜けてる感じなのかな、まあ、身長と体重比でいうと杉中さんとかもかなり抜けてる方かなと思うんですけど、榎木田さんも、まあ、多分172でどれくらいあるんだかな、ちょっと体重は分からないんですけど、もうかなりいいっすよ、めっちゃいいっすよね。なので、まあ、ここら辺が結構面白くなりそうな感じしますね。なので、まあ、70キロ超級は杉中選手、坂本選手と、椎名選手、榎木田選手、ここはね外せない4強かなっていう感じで、まあ、ちょっと70キロ以下級と70キロ超級のおそらくトップに君臨してくるんじゃないかって呼ばれる4人をねちょっと今日は話させていただいたんですけど、これはかなり見応えあるんで、もう見に行ける人は絶対見に行った方がいいです。で僕はもう行けないんですけど、行けるんだったらこれは見に行ってた、絶対面白い。うん、やっぱねボディービルってこう人がつける順位なんで、勝ち負けってやっぱ難しいですよね。どうしても審査員の、まあ、ぶっちゃけ好みとか、まあ、そういう審査員の中の感性っていうのがやっぱあるので、もちろん筋肉量すごいのも大事だし、かといってじゃあ絞れてなかったらダメだし、でもポージングもしっかり取れないとボディービルじゃないし、いろんな要素が含まれてボディービルなので、それをみんな極めてるのがこの今日話させていただいた8人の選手はみんなこれねすごいですよ。だからこそやっぱ面白い、あのガチ同士がみんなぶつかるからこそ面白くなるなっていうのはあるんで、この日本ジュニアのボディービルはものすごく見応えある大会だなっていうふうに感じました。そんな感じですね。まあ皆さんはどう感じてるか、まあ、ぜひコメント欄とかでもね、シェアしていただけると、まあ、私も全部見てますので、そこら辺も教えていただけると面白いですね。いやーこれはでも面白くなりそうだな、ワクワクしちゃいますね。うーん、面白い。はい、ということで、まあ、今日は日本ジュニアボディービル選手権の、まあ、大会結果予想ではないですね、順位を予想してるわけじゃないんですけど、私自身が注目している選手ということで話させていただきました。彼らはねみんなすごいです。もう何回も言ってるけど本当にすごいから、ジュニアじゃないんですよ、もうジュニア出ちゃいけないんですよこの人たちは。本当はねジュニア出ちゃいけないレベルなんですけど、まあ、一応年齢的にねジュニア出れるということで、まあ、そこら辺の話をさせていただきました。今日はこんな感じの動画ですね。まあ、ボディービルってこうやっぱ人それぞれ考え方が違うので、それによって楽しみっていうのはやっぱ人それぞれかなというのでありますね。もし話してほしい内容みたいなのもあれば、まあ、気になる人がいればですけど、あのコメント欄とか書いていただければそれについて話させていただこうかなというふうにも思いますし、やっと仕事も落ち着いてきてですね、YouTube の編集作業もある程度時間取れるようになってきましたので、そこら辺で話していけることは話していこうかなというふうに思いますので、気になることがあればぜひコメント欄、Instagram の DM とかでも全然大丈夫ですので、ぜひ、よろしくお願いします。ということで、この動画がいいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。